Just keep cruising. Double my friend, double my vision. One curl, look at my decision.
か。足元の卒コンです。いやもうシャツはもうレイちゃんだよ、そりゃそりゃそうだよ。卒業ではないわ。いやもう自分の卒コンはレッチリやるって決めた時点でもうエモさとかじゃなくてもうみんなおいさすがに聞けエモさとかじゃなくてもうみんなもう楽しくて笑ってもう涙なしで次につなげるような卒コンやろうと思ったんで、みんな最後まで踊って笑って楽しんでください。去った高木さんと鹿島には結構言いたいことがあって、高木さんはもともとバユミをボーカルで誘ったんだけど、どうしても高木さんだけは誘わなきゃもう本当にこの4年間の恩を返せないなぐらいに思ってでも高木さん誘ってまあ歌とか、まあ、歌も本当に上手くて
それもいいんだけど、もうスタジオとかスタジオ終わった後飯食うのが本当に浩吉さんいてくれるわけですげえ楽しくてもうそこに違いない言われてるよそこにもう浩吉さんに感謝で、鹿島はそのパーカスの部分あるなって思ってライブ版見たら黒人がパーカス叩いて鹿島呼んだらすげえ面白いなと思って誘いました。全然感動してない、もっと言ってやれ、もっと言ってやれ、オプションや、なんもねえのかよ。Over, sober.
とうございます。じゃあ、あと最後に1曲。すごいエモい曲やるんで、至高の名曲やるんで、もう本当に田村が最高のギターソロ弾くんで、最後見ていってください。We'll be right back.
なんでなんか喋りましょうかね暇なんで生きりょうたかお前だ最後の曲は自分が1年生の頃新入生ライブでやった曲で最初初めてやった曲から最後この曲で締めようかなって思ってこの曲選びました。さあ、そろそろピエさん大丈夫ですか？恥ずかしながら涙なしとか言っときながら。結構ヤバかったけど泣いてない長いとかそういうのではないんですよ便秘は治りましたなんなら今下痢気味ぐらいのそんな俺の便秘で盛り上がんないでもらえます本当ドリーマーの人にはお世話になって俺が便秘になった時もたまり場行ったらすぐサキちゃんが便秘の薬くれて本当にみんな優しい人ばっかりで本人で言わないでそれなんかみんなに追い込められてるあ気まずいななんで卒コンでこんな重いせなうんこで終わんなそれ嫌ですけどちゃんとサーリーで終わりますから最後言っちゃったよ分かってるでしょ